千本桜公園、長野県上田市でございます。急遽もどっこさんです。どっこさん、ここに駐車場、そうだね、渋滞止まんないかな。山と高原地図には載ってません。地元でね、人気な信州の妙義山と呼ばれてね、山になります。ピストになりますけども、閉めていきましょう。今日は600か700ぐらい登りだと思います。ここに登山者の皆さんの滑落事故多発、特に山頂付近注意ということで、今日はですね、ここが P、うん、P ですね。ここからずっとストレートに行ってやってる感じになります。なめ滝というか滝がありまして、その脇をずっと上がっていく形になってますけど、鳥居がね、山の神様のホールなんですけど、正面の木に矢印があって、ここにも白い矢印、この川、ちっちゃい川渡ります。故障ですね。ここも故障ですね。どっこっていう、お坊さんが、僧侶がね、持つ、まあ、この画面に出てますけど、と同じような山の形状してるっていう説と、そのどっこを弘法大師空海が埋めたと言われている伝説から名前がついてる、まあ、いなということらしいんですが、沢沿いの崖をドガバスしてますと非常に滑りやすいので、この形状だとしばらくこんな感じの道を行くようですね。朝ちょっとね、霧というかもやがすごくてちょっと心配だったんですけど、この小屋はね、江戸の神様がね、一個ずつ祀られてるみたいですね。まあ、これでちょっと川沿いに下ってですね、また感じになります。沢は右へ、登山道は左へ、上に上がっていく感じになってます。高まいてまた沢沿いに戻りましたけど、かなりトラバス狭いとこあるので気をつけて行かないとダメかもしれませんね。この大きな石のとこ突き当たって、この一応蹴るみたいなあるところ、ここ図書というか石の上をこうやって向こう岸に行くと、またあの小屋というか江戸の小屋があるので、うん、そっちへ行く感じです。左の方に上がってくる道もありそうですけど、この山多分クマ出る確率相当高いですね。すごくね、匂う。この辺りから今度杉の樹林帯ですね。正面の木に矢印がピンとしてあります。路面はね、登り始めのとこちょっとおっと思ったけど、割とこう踏み跡しっかりしてて、ピンクとかはついてないんだけど、まあこれであろうと、おぼわしきところに踏み跡しっかりついて、たまに先ほどね、小屋があったり矢印があったり、ちょっと巨石チックになってきましたね。だいぶ上に上がってきた感じですが、これもねすごいね、すぐ転がってる。そうそうそう、これを左だね、右にもう行けそうな雰囲気はありますよ。左が踏み跡しっかりしてます。ここね、左も行けると思います。そこに赤テープ、奥に赤テープ、奥にピンクテープ、こっち白テープもあって、こうも行けますが、こっちの方のがまあメインだと思います。そう、 そうですね、ここ立つと奥のテープがいっぱい見えるので、まあ、特に迷うところないと。
しかしあの森がなかなか素敵になってまいりました。岩はねだいぶ増えてきて、ちょっと大雨の後は気をつけた方がいい山ですね。そこに大きい木にピンクテープが巻いてあります。新緑と淡い光の差し込みと、上には青空も見えてるんですけどね、山頂に向けて急激にシャドウが上がりました。ロープ出てきました。ちょっと下がね滑り気味なので、こういうトラバスがすごく多い山ですね。上空は晴れてる色をしてるんですが、ここは霧の中、そこからまた今度外側に谷側にロープがついています。ここで左側に折れていきますが、ここもロープがついてて、日差しが入ってますね。少し下って登る感じですね。上空はもうね晴れてます。狭めで食べてます。階段になってるとかなってますけど、基本的なシャドウが結構あるので、これ下にね里山歩きって書いてあったけど、ちょっとそういうイメージじゃないな。意外とちゃんと登山ですね。20〜30度あるかな。呼吸です。ここはロープがついてますね。右の大きな岩、まあ、ちゃんとしたロープですけど、まあ、足元もちゃんと階段組んであるんで、木もちゃんとしてる、うん、下りは非常にいいかもしれません。上りはねなくても問題なさそうです。巻いた道になってるんですが、それでもかなりシャドウあります。ずっと右か左が崖の状態で登ってますから、気抜くとね危ない。ここで少し見えますか。立科山正面、雲海ですね。霧というか雲海の上に出ました。では天気ですね、行きましょう。日差しが入ってきたんで、先ほどよりは道が少し乾き気味になってますけど、これは多分昨日のか昨夜の雨のせいじゃないでしょうか。このくらいの木々の間ならここまで湿ってないはずなんですよね。南斜面だし。道標を出てまいりました。山頂直下のコルが多分そこだと思うので、近いと思うんですが、左が沢山湖になってますね。これ右へ参ります。お子さん山頂、まだ桜の花びらが残ってますね。もうゴールデンウィークも終わって、下のとツツジはもう満開からそろそろ終わりかなっていうなってくるかなっていう頃なので、桜の花びら結構凝ってますよ。これコルまで上がってきました。ここは広いですね。とっても山頂まであと3分で、これねこっち側に降りる道もあるんですけど、こっちはバツになってます。ここにこんな地図がありまして、独孤山っていうのは独立王の名前じゃなくて、この子
龍神さんみたいにいくつものピークが張ってですね、総称でして独孤山というらしいんですが、はい、行動食ですね。何ですか今日は。マナバーです。味はパイナップル味です。パイナップル味、じゃあちょっと開封してください。はい、カロリーはどんくらいなんでしょうか。200ぐらいある。そんなある、うん、結構あるね。バーにしちゃう190から200ぐらい。そうそう、なんかコロッケみたいな、なんかナゲットみたいになってますね。いますね。じゃあちょっと半分待ってみます。はい、どうぞ。あ、もう香りがパイナップルの、本当だ、パイナップルのダイスが入ってる。味が何種類かありましたね。うん、おいしい。これ、うん、美味しい美味しい。パイナップルとリンゴと、うん、玄米のパフが入ってる。なんかね、バーにしたら爽やかな。うん、いや、はい、じゃあちょっとあと3分なんで行ってしまいましょう。山頂ですかね。こっちじゃないの、意外と見えるのか。これお、見えそうだ。左山頂の標識見えてきましたね。おお、何よ、何、素晴らしいじゃん。いや、この楽度感もすごいな。あ、美しが原見える、見える。立科山。あ、すごい、すごい。北アルプスも、おお。いや、ご褒美だね。あ、雲海で。すごい。うん。はい、独孤山です。独孤山、1266.4m。です。素晴らしいです。ね。福士ヶ原正面。蓼科山。ね。ずっと来て。南アルプス、北アルプス、八ヶ岳。ね。秩父の山。浅間山。もう全部見える。それまでの全然の展望の手の字もないようなところから急にボーンとね、この絶景感はすごいね。名残惜しいですが、ちょっと下りたいと思います。いや、素晴らしい山だね。信州百名山だそうです。ではね、これからね下りたいと思いますけど、季節外れですね。合図がありました。え、なんで雪ないじゃん。ただね、相当トラバースのとこが幅狭くて、もういかにも滑りそうな急斜面なんで、トレッキングポールなんかよりもこっちの方がいいっていうことで、一応緊急用に持ってきたんですけど、これを使って降りたいと思います。はい、心の安全だよな。無駄なリスクを呼び寄せないように。もうこの斜面でさえだって、もう普通の靴だったらちょっと慎重に降りないと、シャドウがねあるから。さあ降ります。ここ非常にシャドウがあって、まだここ乾いてる方なんですよ。ケア以前をおすすめします。チェーンスパイクダメ、目が詰まっちゃうから。6本いいよ、なかなかね、安心感が違う。いくら山ね毎週行ってたってね、危ないものは毎週行ったって危なさは変わんないんだからさ、やっぱね用意しないと。予想してた感じで下り滑りますね。ずるっと行ったらもう行っちゃう、止まらない感じの斜面なんで、何らかのね措置をした方がいいと思います。もうこの斜面だからね。いや、でも新緑綺麗だわ。このシャトですから、ここで一本足がずるっといったらですね、もうひとたまりもない感じで転がってきます。このところの図書に戻ってきましたけど、ちょっとねまだアイゼン外してないんで、この石のとこ滑らないの。アイゼントレーニングってことじゃないですか。よし、
ゲートまでねあと少しですが、弘法大師が独孤を埋めたと言って折った独孤さんですけども、はい、いかがでしたか。意外に登りがいがあって、はい、頂上の景色が素晴らしかった。そうね、すごい、あんなに素晴らしいと思いませんでした。とかね、情報があまりなくて、何か登られてるんですけど、まあ景色はそこそこいいよという話だったんですが、いやそこそこじゃない、いやかなりもうアルプスは見えるし、八ヶ岳ももう秩父の山もみんな見えてね、これは手軽な山ですが、懸念されるのがね2つ、熊と岩から落ちるとかするんですけど、路面が滑る、とってもいい山なんでね、ぜひ皆さんも来ていただければと思います。私のね動画ではねいろいろやってますんで、ぜひチャンネル登録とコメントね、どんな山行ってほしいとかね、この今回の動画どうだったかとかね、コメントいただけると嬉しいです。じゃあまた次の山を楽しみにしてください。じゃあねー。